こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今日はちょっと番外編です。ちょっとした潜水艦クイズと、なんと潜水艦の内部が見れる映画が日本で上映されています。では見ていきますね。古くは第二次世界大戦時のドイツ海軍を描いた1981年のドイツ映画。Uボートや米ソ冷戦時代を描いた1990年のアメリカ映画。レッド・オクトーバーを追えなど、潜水艦を舞台にした映画も多い。そうした中で、昨年2019年のフランス映画祭で脚光を浴びた作品が、フランス映画のウルフズコールであり、現在の原子力潜水艦の戦いを描き、核戦争の脅威をリアルに表現した作品だ。ともすれば、核戦争の脅威といえば、米ソ連戦時代のお決まりのストーリーが浮かびがちだが、ウルフズコールでは、制作国であるフランスの潜水艦を舞台とした一味違ったテイストといえる。アメリカ映画などでは、おなじみの手法ともいえる、軍の全面協力を得て、実現した実物の艦艇を用いて撮影された映像は、本作でも圧倒的な、リアリティを持って見るものに迫る。ウルフズコールでは、フランスの攻撃型原子力潜水艦リュビキューを、モデルにしたチタン号や、戦略型原子力潜水艦トリオンファン級を、モデルにしたレフィローヤブル号などが登場する。タイトルであるウルフズコールとは直訳すれば、狼の呼び声、歌とでも言うべきもので、これは主人公が潜水艦の中で、聴取した正体不明の敵の発した音を指し示したものだ。ウルフズコールの主人公は攻撃型原子力潜水艦リュビキューをモデルにしたチタンに登場する人物であり、類まれな聴力を持ち、潜水艦内で収集された敵の音を聞き分ける担当を担っている。フランス海軍では、こうした音の収集、分析の専門家スタッフを黄金の耳と呼称しており、CIRA と呼ばれる養成機関によって育成されたこれらの担当者たちは、潜水艦の作戦行動をまさに左右する役割だ。ことに、攻撃型潜水艦では、この黄金の耳を持つスタッフたちが聴取した音をもとに、的確な対処、つまり、敵の攻撃に直結する情報を指揮官である艦長に伝える重要な役割だと言える。四方を広い領海に囲まれた日本でも、こうした攻撃型潜水艦の活動は広く認識されており、最高の軍事機密ゆえに詳細は公表されていないものの、中国海軍潜水艦の護艦ごとの識別を実現していると聞く。そうした点を踏まえると、小一層のリアリティをウルフズコールの物語からひしひしと感じるわけだが、舞台がフランスの映画だけに、ここでの最大の脅威と考えられる敵はロシア海軍となっている。詳細はぜひ実際に鑑賞していただきたいので割愛するが、ウルフズコールではこれ以外に中東のテロ組織の存在などが絡んで、フランス海軍の戦略型潜水艦による核攻撃という事態にまで発展する。前述のように、現代の潜水艦には大きく分けて
2種類の分類が存在するが、1つ目が敵の艦艇などを攻撃目標とする攻撃型潜水艦であり、もう1つが核兵器を搭載している戦略型潜水艦だ。当然、核兵器の使用は究極の事態でしかありえず、この戦略型潜水艦からの核攻撃決定、指示が可能なのはフランスにおいては大統領のみであり、乗組員たちはその命令に粛々と従うだけである。現在の世界において核兵器を搭載した戦略型潜水艦の運用国は限られており、ウルフズコールで描かれるフランス以外ではアメリカ、イギリス、ロシア、中国、インドの5カ国しか存在しない。これは核兵器の保有国と比べた場合、パキスタン、イスラエル、北朝鮮の3カ国を除いた国々であり、その保有と維持、運用に極めて莫大な予算と技術を必要とすることを改めて思い知らされる。核兵器が登場し、それを核弾頭として弾道ミサイルに搭載するようになってからも、弾道ミサイル自体の射程距離が短かった時代には、敵国の近海に戦略型潜水艦を潜ませて有事に備える必要があった。しかし、弾道ミサイルの射程距離が飛躍的に延伸された現在では、自国沿岸部に戦略型潜水艦を潜ませたまま敵国への攻撃を行えるように変化しており、なお一層敵の戦略型潜水艦の発見と排除は困難となっている。ウルフズコールでのフランスの戦略型潜水艦は、大統領直下の攻撃命令を受ける存在であり、一度攻撃の命令が下れば、それを友軍といえど撤回させることはできないことを如実に描いている。ウルフズコールでは、敵の対戦哨戒ヘリコプターと攻撃型潜水艦の手に汗握る攻防の様子が圧倒的な迫力で描写されており、 YouTube で公開されている予告映像からでもその一端が垣間見える。ただ、敵の対戦哨戒ヘリコプターを主人公たちフランス軍が撃墜する手法については賛否両論の声も聞こえてきそうだが、その判断はぜひ本編すべてを鑑賞した後に下してほしいと感じる作品だ。2020年9月25日から日本でも全国公開が始まっている。ウルフズコール、ミリタリーマニアでなくとも登場人物たちの人間ドラマにも見応えのある映画と言えるだろう。